スタートしましたた若干後方になったのは10番ブルーームスベリーですまずはスタンド前やや気合いをつけて11番バルバレスコ出ていきました一馬身リードを取りますこれを追って6番ユークレイスが2番手あとは接近する13番プロスペリティー左右1番鳳凰プリンセスあとは3番ハートウォーミング広がっています中段バグの中に7番ライレ・ローズがいってこれから各馬が1コーナーカーブまだ一段で回っていきます 1>, 1コーナーを回っていって結局先頭は11番のバルバレスコ今日も行きましたリードは1馬進半です2番手、外3番ハートウォーミングうち3番手は並んで6番のユークレースそして13番プロスペリティ4番手1コーナーから2コーナー前から5投目4番アイオープナーが行っています。その後ろですが 外は14番ディザイアソング2コーナーを回って向こう上面12番オールステリーナがいっていますあとは1番鳳凰ーープリンセスがいってバグンの中に7番ライレローズ一馬進後方に外を回って9番アークロイヤルですそのうち10番のブルームスベリー中段後方に2番谷の寄せみてあとは外を回って14番ディザイアソングは後ろから3投目内は5番タカンナがいって800を切りました最後方に8番ピンクレガシーの展開です 向こう上面を過ぎて3コーナーに向かっていきます前は11番バルバレスコリード1バシンキープ600を切ります2番手3番ハートウォーミング3、4コーナー中間で上がっていった9番アークロイエル3番手から2番手の外合わせて行って3、4コーナー中間から4コーナームチが入って2番谷の寄せ見て4番手に上がって第4コーナーをカーブこれから直線に向きますあとは4番アイオープナー第4コーナーをカーブ直線に向いています 前は11番バルバレスコまた突き放して2馬身リード2番手は3番ハードウォーミング200を切って内から接近6番ユークレースあとは外から2番の谷の寄せ見てそして10番ブルームスベリー追い込んでくるが2番手が接戦になるか先頭11番のバルバレスコリードは1馬身半逃げ切ってゴール2着は10番のブルームスベリー3着打ち6番ユークレースが入っています